先生、今しがた騎士団から連絡が入った。ちょうど全員を集め終えたところだ。予定通り盗賊を追い込んだそうです。場所は赤き谷座など。悪事を働く盗賊を放っておくわけにはいきません。力を合わせて頑張りましょう。いかなる敵であろうと殿下には指一本触れさせん。面倒だ。敵はただの盗賊だろう。腕の立つ者がいるとも思えん。釣れないこと言うなよ。俺は楽しみだぜ。ほら、美人の女盗賊がいるかもしれない。何にせよ、今の私たちが実戦でどれだけ通用するか確認するいい機会だよね。そうね、模擬戦でもうまくいったのだし、普段通りやればきっと大丈夫よ。少し浮かれすぎのような気もするが、今回は騎士団の援護もある。大丈夫だろう。ああ、騎士団といえばジェラルト殿がセイロス騎士団に復帰されたと聞いた。近いうちまた先生とジェラルト殿が並んで戦うところも見られるかもな。そういうものなのか。先生にとってはそうかもしれないな。正直な話、先生が少し羨ましいんだ。俺の両親はもういないから。死んだよ、二人とも。俺だけが生き残ってしまった。すまない、つまらない話をしたな。そろそろ出発しよう、先生。コアッパどもを引き連れての戦いか。コアッパが目の前で苦しむのも寝覚めが悪いの。時を巻き戻す力、お主にも使わせてやる。際限なく使いはせぬゆえ気をつけよ。赤き谷か、立ち入るのは初めてだな。何かの遺跡のようにも見えるが、何はともあれ始めよう。先生、すでに賊は奥へと追い込まれているはずだ。クソ、騎士団の奴らか。こんなところまで追ってきやがって。お頭、もう逃げましょうよ。奴ら相手に勝てっこないですよ。バカ野郎、今さらどこへ逃げるってんだ。死ぬのが怖くて盗賊やってられるかよ。情報によると西側に裏道があるらしい。西と正面二手に分かれるのはどうだろう。うまく進軍できれば敵を強撃して戦闘を有利に運べると思うんだが、どう動くかの判断は先生に任せよう。何にせよまずは橋を渡らなくてもな。行けます。礼を言う。どうする。切り込むか。焦らず戦おう。出るぞ。はい、出ます。はい、頑張ります。
私とは一味違うよ。よかった、なんとかなった。私でも戦える。そうさ、いけますよ。喜んでる暇はない。躊躇したら僕たちが殺されていた。これが戦いなんですね。慎重にな。ねえ、いけるわ。よいしょ。すまん。どうする？礼を言う。俺が出るまでもなかったか。切り替えのない奴らだ。どうした？もう終わりか？無事だろうか。
悪かった。うん、ものは覗くだけだ。やがれ。ま、仕方ないこった。恨んでくれるなよ。ここまでやれば十分だろ。少しは強くなったか。
べきだな。気を抜くわけにはいきません。次の敵に備えなければ。これでいい。物足りんな。切り込むか。ありがとうございます。この動きを戻すぞ。なかったな。もっとこれは。これで完璧ね。
はもっと強くなる。気は抜けない。相手が。掴めばこっちのもんさ。仕方ないよね。ごめんなさい。慎重にな。さて、次に行くか。西からも
も攻めてきやがったか。ガキの分際で頭の回る。なかったな。まだ上を目指さなくては。
つかめてきたぞ。石段じゃなくガキをぶつけてくるた、なめられたもんだな。少しは上達したと思います。戦いなので。習熟すれば十分か。てめえはまさかこの間の傭兵か。騎士団の連中と手を組んでやがったとはな。ぶっ殺してやる。生意気なガキどもと一緒にな。苦労も知らねえ貴族のガキが、今度こそおとなしく死にやがれ。あいにくとそういうわけにはいかない。己の所業を食いることだな。あんな奴の口車に乗ったのか。間違いだった。手応えを感じる。何事も経験だな。賊の討伐は完了した。後のことは騎士団の指示に従おう。お疲れ様、先生。良い指示だった。
この地に懐かしさを覚えるのは何故かの。着物小さいやつじゃの。わしが話しかけるたびに驚いておるではないか。まったく、戦いが終わったからといって気を抜きすぎではないか。まあよい、今はそれよりもこの谷じゃ。わしの知る限り、お主がここを訪れたことはないがの。おかしなこともあるものじゃの。もしや、わしの記憶がお主に。やはり、わからぬな。名前以外のことは、さっぱり思い出せぬ。ただ、懐かしさの中に多くの感情がよみがえる。喜び、悲しみ、苦しみ、慈しみ。もし、わしがここにいたというのなら、わしは何をしておったのじゃろうな。先生、そろそろ大修道院に戻るぞ。こちらはみんな揃ってる。行かねばならぬな。ま、いずれ思い出すこともあろう。さて、お主には感謝せねばなるまい。谷に入った盗人を討ち果たしたのじゃ。知らぬわ。ただそうせねばならぬ気がしただけじゃ。それはともかく、お主、そろそろわしが話すのになれよ。その度に驚いて転ばれても困るわ。何、転んでおらぬと？そのようなことを分かっておる。ようやく到着だな。先生、レア様への報告は任せたぞ。あれはエーデルガルトか。アドラークラッセはこれから課題か。実戦は何が起こるかわからない。万が一ということもある。気をつけろよ、エーデルガルト。言われるまでもないわ。なぜあなたにそこまで心配されなくてはならないのかしら。もしかして私を見くびっているの？だとしたらがっかりね。そういうわけじゃない。気を悪くしたなら謝ろう。まあいいわ。先生、皆も待っています。行きましょう。あら、それじゃあ私も行くわね。心配しなくて大丈夫よ、ディミトリ。まさか先生も冗談を言うことがあるんだな。事情はそのうち話すさ。そのうちにな。